若筑波しげは、茨城県土浦市出身、高砂部屋所属の元大相撲力士。本名は、田中茂。得意種は、右四つ、より、下手投げ。身長174センチメートル、体重114キログラム。最高位は西重量8枚目。中学時代は、柔道部に所属し、土浦市大会で準優勝の活躍を見せた。 定時制高校に進学し、高校に通学しながら、千代田区神田の市場で勤務していたが、市場内の食堂の主人が、高砂部屋の元力士だったので声をかけられ、入門を勧められた。しかし、身長が170センチメートル体重が67キログラムしかなく、各界でやっていける自信がなかったので、高校の先生に相談すると、 進める自信はないがその気があるなら夏休みを利用して一度試してごらん。ダメだったら復学できるようにしておくからと言われて体験入門のつもりで高砂部屋に入門した。もし入門しなかった場合は定時制高校を4年で修了し柔道で体得した知識を活かして生骨師になるつもりだった。百七十二年七月場所で初土俵を踏んだ。 小兵で軽量であり、なかなか体重が増えなかったこともあって、序二段から三段目回で長く苦労した。しかし、1 0 0ラム近くまで体重が増量すると、幕下に定着していった。しばらくは、幕下上位で、一進一退を続けていたが、1984年5月場所に重量に昇進した。 全日を引いての速攻相撲と、下手投げを得意とし、重量を5場所連続で務めた。しかし、1985年3月場所には幕下に、陥落し、その後も幕下上位で相撲を取っていたが、1986年1月場所前には、同場所限りで廃業する決意をした。廃業するにあたって、断髪式の招待状を関係者に送り、 最後の場所は見苦しい相撲を取りたくないと気楽に本場所を迎えたが一番相撲から勝ち続け7戦全勝して幕下優勝を果たしてしまった当時は2種幕下14枚目の地位であったので15枚目以内の全勝であれば無条件で重量に昇進できるという内気により重量復帰が確定したこの際相撲版の記者から本当にやめるの と質問され、いえ、辞めるのを辞めますという名言を残し、引退を撤回した。翌、3月場所は十両に復帰したが三勝十二敗と、大きく負け越し、一場所で幕下に陥落した。それ以降も、幕下で取り続けたが、最初の廃業宣言から1年後の1987年、1月場所を最後に廃業した。廃業後は、故郷の土浦市。 神田地町で、相撲料理店、和歌、つくばを経営している。相撲料理弱つくばかん店。ありがとうございます。